鳥海大橋は、大阪府森口市大日町と摂津市鳥海西の間の淀川に架かる橋。道路橋2本とモノレール橋、高速道路橋の計4本が架かる。鳥海大橋上流側から、鳥海大橋下流側から、近畿道、摂津南インターチェンジや国道1号、さらには、阪神高速12号森口線が接続し、交通の集中地点である。 そのためにかねてから、交通渋滞が発生しやすく、道路交通情報で、摂津の取り替えかず道でキロメートルという言葉はよく、聞かれた。しかし、工述する新橋が共用を開始してからは、車線が増加したため、この渋滞は、幾分緩和されている。西側から、北高道路橋、北高道路橋、高速道路橋、南高道路橋、モノレール橋と並んでいる。 1954年に竣工した、橋町550メートルの北高道路橋については、老朽化が著しく、2010年2月27日、早朝に、新橋の車道部分3車線が、暫定供用を開始された。さらに急橋の撤去後、新橋の拡幅が行われ、2021年2月に、観光し、車道3車線歩道での全面供用となった。 2010年2月26日まで大阪府道2号大阪中央環状線の一部として使用されていたこの橋は1954年11月1日に全国初の有料橋として開通したものである当初大阪中央環状線建設の一環として1942年に木造の仮橋の建設が着工された戦時中のため 建設資材不足にも見舞われたが、1948年3月に開通した。しかし、木造ゆえに水害などによる破損を繰り返し、また、車両の通行による振動も激しく、荷重、速度制限が設定されることになった。永久橋の設置が待ち望まれていたが、1952年に道路整備特別措置法が施行されたのを受け、同年9月に、 有料橋として寄港され、建設期間2年2ヶ月、公費3億3000万円をかけ、全長540メートル、全幅7.5メートル、ゲルバートラス型、8基の橋脚と2基の橋台を要する橋梁が竣工した。管理は日本道路公団によってなされ、淀川左岸に料金所が設けられた。建設した大阪府は国より借り受けた。 事業費三億三千万円及び維持管理費の全額を九百七十年までに召喚する計画を立てたが召喚前に買い取り九百六十四年三月十六日に無料開放した。取り大橋料金所旧取り大橋橋歴版森口市側の土手付近開通当初は往復に車線の対面通行であったが無料開放後の九百六十五年に 上流側に新たな道路橋が完成したため、機体切符を通行となった。その後の交通量の増大による、著しい老朽化の影響から、掛け替えの数年前からは、過重、速度制限が設定されていた。北緯34度45分30.00秒、統計135度34分22.75秒。 北緯34.7583333度統計135.5729861度33 33 3 4 7 5 8 3 3 3 3十3 5 5 7 2 9 8 6 1ありがとうございます